スキャメル・パイオニアは1920年代にイギリスのスキャメルで開発され第二次世界大戦時のイギリス軍で砲兵トラクター、軍用回収車、戦車運搬車として運用された6四輪駆動のトラクタートラックである。スキャメル・パイオニアは当時舗装道路の少なかったイギリスの荒れ地を走行可能な6四輪駆動のオフロード車両として1927年に開発された。 前輪駆動ではなかったが、優れたサスペンションとエンジンにより走行性は良く、低いギア比の変速機により、荒れ地での牽引力も優れていた。軍用車として開発されていたわけではなかったが、イギリス国防省は1932年にガソリンエンジン型を試験的に導入し、18トンのセミトレイラーを牽引する戦車運搬車として訓練部隊に配備した。 しかし舞台での評判は良くなく、追加配備は1937年まで行われなかった。この後、イギリス軍に配備されたバイオニアはすべて、ガードナー社製、出力102馬力の6気筒ディーゼルエンジンの搭載型となった。1935年から第二次世界大戦を通じて、バイオニア R110 砲兵トラクターが重火砲の牽引に用いられた。 パイオニア R100 は、火砲を牽引しつつ、砲兵、弾薬、装備品を搭載して輸送可能であった。対戦初期には、BL60 ポンド砲、BL6 インチ 26CWT 榴弾砲や、BL4.5 インチ砲、BL5.5 インチ砲などの牽引に多用された。AEC マタドールが、中型の砲兵トラクタートラックとして登場すると、パイオニア R100 は、 より大型の BL8 インチ榴弾砲マーク 6M59155mm カノン砲 BL7.2 インチ榴弾砲の牽引に使用された。砲兵トラクター型のパイオニア R100 は1940年6月のフランスにおけるイギリス海外派遣軍の大規模撤退作戦の際に多数が失われた。一部はイギリス軍部隊によって破壊処理され、また一部は ドイツ軍により露角された。対戦中を通じ、合計980両の砲兵トラクター型パイオニア R100 が生産、運用された。1943年頃からは、後継車種として、アルビオン CX-22 の部隊配備が行われたが、十分な数は揃わず、パイオニア R100 も終戦まで使用された。百三十六年から、 イギリス陸軍は回収者型のパイオニアの導入を始めた。最初に配備された43両はいずれも3トンのクレーンとレッカー設備を備えたパイオニア SV1S 及びパイオニア SV1T 型であった。これらの車両も砲兵トラクター型と同様1940年6月のフランスにおけるイギリス海外派遣軍の大規模撤退作戦の際に その多くが失われた。改良型のパイオニア SV s は、クレーンの吊り上げ高さがより高くなるよう改修されており、1938年から対戦中を通じて生産され、1975両が生産、運用された。これらのパイオニアの装備には、不正地等波能力を高めるため後部の二輪に装着可能な取り外し式の離帯も含まれていた。 回収車型のパイオニアは一部の陸軍部隊では1980年代まで運用が続けられていた。1932年に配備されたガソリンエンジン搭載の試作系を除けば戦車運搬車型のパイオニアの配備は1937年まで開始されなかった。戦車運搬車型としての生産型はパイオニアトレック20でこの車両はシャーシ、キャブが 少し延長され、戦車兵が乗れるようになっており、4個の後輪は、砲兵トラクター型、回収車型に比べて大きなものに変更されていた。積載量20トンのパイオニアトレク20、パイオニアトレム20のほか、積載量30トンのパイオニアトレク30、パイオニアトレム30も開発された。いずれのタイプも、現在の一般的なセミトレーラートラックや、戦車運搬車と異なり、 トラクター部とセミトレーラーの連結部分を簡単に外すことができなかった。セミトレーラーに戦車を乗せるためのランプはトラクター部分に装備されたウィンチで引き上げて固定する仕様であった。パイオニア戦車運搬車はアメリカ軍から供与された M4 シャーマン戦車などを搭載して運用するには背が高すぎるのとやや非力であったため1941年頃からアメリカで開発された ダイヤモンド T 戦車運搬車への更新が進められた。しかしながら、パイオニア戦車運搬車の生産も、対戦中を通じて続けられ、総計459両が生産された。戦後は、パイオニア戦車運搬車の背の高いトレーラー部分は、あまり役に立たないものとして、多くがスクラップになり、トラクター部分は別のトレーラーの権威に転用されたり、民間に売却されたりした。 ありがとうございます。